モガディッシュスタジアムはソマリアの首都モガディッシュにある競技場。サッカーソマリア代表の本拠地となってはいるが、内戦の影響で1986年を最後に代表は国内で試合を開催できていない。実質的なホームスタジアムは隣国エチオピアの首都アディスアベバにあるアディスアベバスタジアムとなっている。中華人民共和国の技術者の支援で、 バーレ政権の時の1978年に建設され、スポーツイベント、大統領の演説、政治集会、コンサートなどに使用されていた。1987年にはソマリア出身の歌手、マグールがコンサートを開催、4万5千人以上もの観客を集めた。1990年代に入って内戦が悪化すると、このスタジアムは様々な過激派組織の本拠地となった。 断続的に、サッカーの試合も行われていたが、スタジアムは過激派組織の支配下にあり、国際連合の平和維持部隊の本拠地ともなって、パキスタンスタジアムと呼ばれた。2006年にはフィファによって、新しい人工芝が敷かれたが、やはり内戦の影響でスタジアムは荒廃していった。米軍撤退後は、エチオピア軍が占領した。2008年には過激派組織、アルシャバブが、 ソマリアの南部を支配し、スポーツ活動を禁じたため、スタジアムは完全に使用されなくなった。スタジアムを占領したアフリカ連合軍2011年のモガディシュの戦いで、アフリカ連合の平和維持部隊がスタジアムを奪還、アミサムが駐留した。2013年には再び中国の支援で改装を開始、2015年に再び人工芝が敷き直された。ありがとうございます。